はい、えー、こんにちは、えー。それではですね、えー、今日のマーケット見ていきたいと思います。えー、まあ、早朝にですね、NVIDIA の決算ありまして、えー、まあ、第3クォーターのですね、決算、売り上げ高と EPS が予想が回るということで、えー、まあ、ブラックウェルですね、えー、まあ、こちらは NVIDIA がですね、えー、まあ、開発している GPU の商品名ですけれども、こちらは4級から出荷というようなね、まあ、そういうガイダンスも出ていて、まあ、内容的には非常にね、あの、強いものなんじゃないかなというふうに思いますね。 えー、まあ、EPS とか売り上げとか、これのところ、市場予想ですね、上回るものになっているということですね。で、第4四半期にブラックウェルの売り上げ、水蒸気等に達して、従来見通しを上回る可能性があるよっていうようなね、えー、CFO からのまあはえー、決算説明会でのハイライトっていうのもね、まあ、出ていますね。はい で、えーまあ、それを受けてということなんですけども、まあ、日経は弱いということで、えーまあ、日経平均株価は0.85%マイナス、326円安となっています。なんとか3万8000円は守ったけどっていうような感じですけども、まあ、1日中低調で、えー、完全なる寄り点というような1日でしたと。それからトピックスですね、えー、こちらも0.57%マイナス、えー。グロース250の方うは0.71%プラスとなっていますね。 まあこの辺のところも、やっぱりどこに資金が今、あ今日はね、入っているのかっていう視点が結構大事だと思っていて、例えば日経平均がですね、ここは結構弱いという日には、あ逆にグロースの方にですね、資金が向かっていたりっていうような感じで、まあ、大きく分けるとその半導体系のところに行っているのか、まあ、それともグロース系にっていうのかっていうのがね、えー、結構分かれる日が多いかなと思いますので、まあ、毎日毎日そういった視点でですね、えー、資金の向かい先っていうところを見ておくといいかなと思います。 で日経金値上がり銘柄が65、変わらず1の値下がりが159ということで結構値下がり多くなっております。キーワドランキング見ていきますと上位が M3 ですね。4.43%プラスで1位と。それからファナックダイキン工業、ヒーエンス、スズキというような順番になっています。キーワドの回でいきますと、ファーストリーデリング。 アドバンテスト、ソフトアンクグループ、t d ケ、ソニーというような順番でヒートマップは結構やはり赤いところが目立つという感じになります。 はい。業種別で見ていきますと、値上がり率、非鉄金属、銀行業、繊維製品、海運、ガラスとこういうふうになってますね。それから値下がりの方が、可、え、変、ー、工業、精密機器、顔売り、陸運、機械という順番になっております、まあ。ほとんどのセクターが今日はマイナスになっております。さて、ちょっと今日もね、活強銘柄いろいろ見ていこうかなというふうには思うんですけれども、ま,あ、まずですね、えー NVIDIA の決算があったということで、まあ、近いところで言うと、やっぱりアドバンテストがですね、えー、今日は、まあ、役場回数では1位となっているのも頷けるなとっていうところですね。それから、ディスコをですね、6146。まあ、ここに関しても、最後プラスにですね、えー、持ってきているっていうのはですね、えー、まあ、さすがディスコという感じかなと思います。 えまずですね、アドバンテストからですね、ちょっと見ていきたいなというふうに思うんですけれども、以前もお話しした通り、このラインですね、上昇トレンドライン、これが今日もですね、結構ピッ たり生きているような感じがするんですよね。まあ、もちろん下のところにもですね、ここサポートのラインがあったかなっていうところで、えー、9300円ですね。ここのラインのところでしっかり下ヒゲで反発ということですね。まあ、こういったところもラインがしっかりと見れているかどうかっていうことで、ある程度反発の位置っていうところはですね、えー、想定っていうのがいくつかできたできたところはあるんじゃないかなというふうに思います。で、この下落のトレンドからですね、少し上向きの方向にまた来ていて、このトレンドというところですね、また上に乗っかっていけるような感じになっていますので。 で、まあ、今日言ったんですね下ヒゲをつけたっていうところはあ結構いいんじゃないかなと思いますので、えー、振り落とすような感じからですね、えー、まあ株主は新陳代謝も経てさらにですね上をまあ、目指していけるようなまあ、そういう格好にはなっているのかなと思います。まあ明日以降結構まあ注目していいんじゃないかなっていうのがあまあ、アドバンテストかなと思います。 はい。それから続けてディスコをですね、えー、こちらの方も今日下髭結構長くつけているんですけども、このラインもですね、4万1000のところなんですけど、結構ですね、過去にも意識をされている、こ,こ、ここことかですね、この辺のところもそうですし、意識をされているところでしっかりと下髭で巻き返しているっていう形なんですよね。だから、まあ今レンジになっちゃっているので、えー、ちょっとこれすぐに上に抜けるかっていうと微妙なラインではあるんですけれども、まあとりあえずはですね、えー、まあしっかりと下髭のところで、えー、まあ、 安いところは買われるっていう動きを作れたっていうところはポジティブかなというふうに思います。まあ、ただちょっとしこりがですね、上にあるような残存している状況ではあるので、えー、上値も重いかなという感じはするので、まあ、アドバンテストに比べると少し攻めにくいところはあるのかなっていうのが、まあ、ディスコかなという印象ですね。まあ、安いところは拾ってもいいのかなっていう程度ですね。 はい。それ以外のところで特徴的だったのが藤倉ですね。5803ですね。ここは、あの、寄り付きからですね、えー、結構強くスタートしていたかなというふうには思うんですけども。 えー、特に5はですね、一気にですね、売り込まれてっていう感じになっていますというところですね。ちょっとギャップアップがやっぱり大きくて、なこの目柄決算の時もそうなんですけど、ほぼ同じ動きをしてたと思うんですよねで。ギャップアップした後、そのまま上っていくんですけれども、やっぱりスイングトレーダー派っていうのは結構増えていて、信用買いのところも結構増えていますので、どうもこう高いのところをですね、維持しきれないっていうようなところがあってですね、こ、えーまあ、このところ、なんか維持するのかなと思いきや、あまあ、三角持ち合い日のところからですね、えー、下に抜けてっていうところで、 最後は満点してしまうというぐらいの感じだったので、まあ,あ、なかなかですねこう、結構やられてしまったとっいう方もいたんじゃないかなと思います。まあ、ただ 一応ですね、この下のところでいきますと、5500のところはですね、えー、ラインはあるのかなというふうには思っていますので、えー、ちょっと今日は下げ止まりがね、こうまだあの最後まで見えなかったので、えー、明日ですね、よりからいっていいかっていうと、ちょっと下げ止まりしっかりと見極めないと難しいところではあるかなとは思うんですけども、えー、もしですね、この5650とかっていうね、この出来高の多いところですね、ここを回復してくるような、まあ、そういった動きっていうのがですね、こう出てくるんであれば、この辺のところからですね、あのポジションは入れていってもいいのかなというふうには思っていますね。ちょっとこの 下げ方はですね、しこりを残すような下げ方になってしまったので、えー、少しまた上が重くなるような感じにはなってしまっているかなと思います。 はい。それから、各競メーガの中で、えー、3つ連続揃っているのがあ、重工系3社ですね、えー。三菱重工、川崎重工、IHI ですね。まあ、この辺のところ、3社ともですね、えー、マイナス幅、結構デカめですね。まあン 3%, 3ぐらいですね。のところで、えー、下がってしまっているというところなんですけども、ちょっとその辺のところをまとめてみていこうと思いますと。はい。で、まず三菱重工なんですけれども、 まぁちょっと今日よりかはですね、ずっと一日中売り込まれるような展開ということで、ただ2300円は持っていますので、まだあの上目線というのは引き続き継続かなというふうには思っています。まぁちょっと高値県のところでですね、2400のところがすっと上に抜けれなかったので、まぁ一旦下に落としてという感じですね。まぁただ下も結構硬いは硬いので、2300あるいはこの辺のとかですね、2230っていうところですね、まぁこののところが先止まりのラインっていうところを見極めた上でですね、ポジションを入れていくっていう感じにはなるのかな なというふうに思います。まあ全然僕はここは怖いことはないかなと思っております。それから7012ですね、えー。三菱重工業ですね。はい。まあ、ここに関してはちょっとあの需給面でですね、えー、やや難があるかなとは思っていて。 まあこんな感じでですね、先週、150万株ぐらい、死買いは増やしている状況ではあるので、出来高ね、結構あるので、そんなにあの大きな問題というわけではないんですけども、少し警戒度はあの高めておいた方がいいかなというふうには思っていますと。で、上のところがちょっと今重たいところにいるんですよね。で、今日、陰性で下に潜っちゃってますから、少し上のところは重たいですね。だいたい6200からですね、上のところだと6500ぐらいの値位置ぐらいのところはですね、過去に結構揉み合った位置ですので、ここ まあ上に抜けていくってなるとですね、結構パワーが必要かなというふうには思っているので、まあ、あーとりあえずする場合は、ここ完全に抜けちゃった方が、あまあ、やりやすいんじゃないかなという感触は持っていますね。だから、今この下のとこから狙うというよりは、まあ、上から狙った方があのいいのかなというところですね。まあ、出来高は結構、今日もですね、1000万株ぐらいは維持しているので、まあ、見ててもいいかなというところですね。はい、それから IHI ですね。 IHI、はい、に関しても、実はこれ、上が重たいということなんで、まあ、いけたとしても、ね、9250とか、えーまあ、いけて9300ぐらいまでのところに、一旦はなってしまうのかなと思います。 でそうなると、ちょっとこれも以前も話したんですけど、一旦やっぱ下まで差してですね、8500まで落としてから上昇するような流れ、要はここのところのレーサーポラインというところを確認するような流れっていうのが、まあ、一旦あるんではないかなという感覚を持っているので、まあ、今日の下げはむしろですね、今後上げるための調整っていうところでいくと、まあ、その過程の一部なのかなという感じでは思っていますとで。一応ですね、ここのところも受給状況を見ておきますと、 はい、まあ少し信用買いを増やしたってことで200万株ぐらいですね。ただ まあ確かに川崎と比べるとですね、こっちの方が使用外は少なくて、ただ出来高に関してはですね、えー、まあここも800万、900万ぐらいはある銘柄ですので、まあこっちの方があ、まあ、素直に登りやすいっちゃ登りやすいというところはあるのかなというふうには思っていますね。なので、えー、まあ順番でいくとですね、えー、今のところだと、まあ、三菱重工、AH、IHI、川崎重工の順番で上へ攻めやすいのかなという感じでは見ているっていうところですね。ただ日によって結構ですね、えー、それのところの、えー、足型ですとか、受給状況っていうのはね、毎日優秀 時間とかも変わってくるので、まあ、そこを見ながらですね今日はどの銘柄を攻めるのかっていうのを朝決めていくっていうのがねあの大事なのかなというふうに思います。はい それから最後ですね、メタプラあ、メタプラネットですけども、こちらもね、3350見ておきたいと思いますが、まあ、ここはですね、えー、暗号資産をですね、持っている、ビットコインをね、持っている会社っていうことで、まあ、今ですね、ご存知の方も多いと思いますけど、ビットコインですね、もう9万七千、まあ、これドルなんですけども、もうちょっとで10万ドルに到達するというようなところまでですね、これ冷やしですけども、上げてきていて、まあ、到達は時間の問題だろうというところかなと思います。 そうなってくると、まあ、ここですね、メタプラネットも、まあ、ビットコインの、ね、上昇とともにですね、えー、いい形で登ってきてますし、出来高も今日すごいですね、1000万株を超えるような動きになってきていますので、えー、またですね、 この11月7日のこの高値、えー、より天井のところに接近するような形で、えー、上昇してきていますので、まあ、引き続き上はこれ目指しやすい形にはなるのかなというふうには思いますね。まあ、今日の5分足見てもわかるんですけど、結構ここ値動きが荒いので、えー、十分注意をしてあのトレードをしないといけない銘柄かなというふうには思いますね。えー、あまりスイングとかではなくてですね、デイトレーの銘柄かなと思いますので、あまり長期で持つような感じではないと思いますので、そこはあの注意をして触っていく必要がある銘柄かなと思います。ちょっとこれ明日は、ね 狙いい目ななのかなと思いますあとは、まあ仮想通貨関連、あの銘柄っていうのはね、あのいくつかありますので、まあ、そういったところですね、えー、見ていくと、ーまあ、デートレベースだったらね、面白いかなと思います。まあ、ただ、ビットコイン、ちょっとこの形はそんな崩れにくい足形には見えますけども、まあ、崩れるときは一気に崩れるということもありますのでね、まあ、その辺のところはあ十分注意をして、えー、見ていくセクターかなというふうに思います。 はい。ということで、えーまあ、今日はですね、ちょっと雑感みたいな感じで、今日、活況銘柄あですね、えー、を中心にいろいろと見ていきました。で、まあ、その他の銘柄に関してですね、えー、と今日は20時からですね、サロンメンバー限定で、えー、ライブ、分析ライブやっていこうかなと思いますので、まあ、よろしければあ、サロンメンバーね、なっていただいて、えー、ご視聴いただければなと思います。えー、詳しくは明日の、ね、概要欄の方、ご覧ください。 それでは今日もですね、ご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。